皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は怖い話詰め合わせパート58をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。第1話、大広間。父方のおばから聞いた話です。父の実家、田舎です。は代々裕福な家だったものの、大正頃にすっかり勢いが失せてしまったそうで。けれども、古い大きな日本家屋だけは栄えていた当時の面影を残していました。幼い頃のおばは、そんな大きな家が大好きで、中でも大広間を気に入っていたそうです。大広間は何十畳もある広い和室で、冠婚葬祭の時にはたくさんの人がずらりと並び、それはそれは壮観だったとのこと。そんな部屋を独り占めにして、昼寝をするのがおばは好きだったそうです。ある日のこと、いつものように昼寝をしようとおばが、大広間の襖を開けようとすると、襖の向こうに人の気配を感じたそうです。誰もいないはずなのにと不気味に思い、襖を少し開け、おばはこっそり中を伺うことにしました。中は薄暗く、よく様子をつかむことができないものの、もっとも神座のところに見知らぬおばあさんが一人ちょこんと座っており、そのおばあさんの前に、とても大きな柱時計が棺のように寝かされている様がおばに見えました。あまりの奇妙さにおばがポカンとしていると、不意におばあさんがこちらを向きおばと目を合わせ、何とも言えない笑みを浮かべたそうです。なぜだかものすごいおかんに襲われたおばは、数秒硬直した後に我に返り、息もつかずに大広間を走って離れ、曾祖母に泣きついたそうです。おばが曾祖母に自分が見たもののことを話すと、曾祖母は険しい顔をして、曾祖父と何か深刻そうに相談を始めました。相談が終わると曾祖母はおばに、これから4日間、外に出たり、大広間に近づいてはいけない。それから、大声を上げたり、バタバタと足音を立ててはいけない、と言いつけたそうです。4日間、曾祖母の言いつけを守りおばは静かに過ごしました。曾祖母には、もう、大広間に入ってもいいよ。と言われたものの、あの時のことが忘れられず、一人ではもう、大広間には入りませんでした。それから、おば、ついでに父の育ったその家は、老朽化のために二十数年前に改装されました。大広間はその際に、半分ほどに縮小され、内装もすっかり変えられてしまったそうです。私は幼い頃にその家に何度か遊びに行きましたが、その時にはすでに改装されていたので、昔の大広間は目にしたことがありません。少し前におばと話をした時にこの話を聞き、曾祖母のおばへの言いつけ、の意味について伺ったところ、おばもそのことはさっぱりわからないとのこと。曾祖母から家の言い伝えや習わしを聞いたことは一度もなく、不思議な言いつけをされたのはその時限りだったそうです。長文失礼しました。第2話、くねくね歩き。くねくねっていう話がありましたよね。あれを読んだとき、自分も同じような体験を思い出したので、
ここに書いときます。今から10年ほど前のことである。私は家の前にあるリンゴの林でいつも遊んでいた。林といっても、周りが十分見渡せるくらいの広さである。ある日、いつものように遊んでいた時のことである。その日は晴れていて、とても暑い日だった。ふと気づく。遠くリンゴの林の向こうに、誰かがいた。歩いていた。しかしおかしい。ビデオで早送りしているような歩き方である。いや、多分歩いてはいなかった。動いていた。動き方がぐちゃぐちゃだ。あまりにもおかしい。雑誌していた自分も、だんだんその異様さに気づいてきた。近づいていく勇気はなかった。怖いとも思わなかった。ただ、気持ち悪いほどおかしい。思わず、家に逃げた。もう一度見てみるという勇気が湧かなかった。後から考えてみると、あれは人にはできない動きだった。そんな、ものすごく奇妙な体験です。今思うと、とても不気味です。第3は、不自然な歩行スピード。うちの親父が酔うと必ず話すエピソードがあるんだけど、あまり怖くないかも。親父が社会人になった直後なので今から30数年前のこと、横須賀から都内まで通ってたので、結構な時間がかかり、ちょっと飲んで地元に着く頃には1時前だったりするのな。で、その日も金曜で終電まで飲んできて、駅に着いたのがそんな時間。酩酊状態で階段を登ってたんだわ。家は階段を約300段ほど登った山のてっぺん、弱い街灯を頼りに石の階段がずっと続いてるあまり気味の良くないところで、俺も夜はあまりで歩きたくないようなところだよ。車なんか行けないのですごい不便でさ。で、酔いながらゆっくり登っていき、ちょうど半分くらいの H 岡さんの門を過ぎ、民家が切れて竹やぶと草むらだけになったとこでさ、上から人が降りてくるんだって。やぶを過ぎると二股に分かれ、左がうち、右が T さんの家なので、T さんの家に長居した客がこんな時間に帰るのか、くらいのつもりでふっと見上げたら、何か変なんだって。足の動きに対して、歩く速度が不自然な速さ、わかりやすく言うと階段をスケートで滑るような感じかな。だんだん見えてきたら、白い浴衣なので若い女性だなーってわかったんだって。でもね1月なんだ。その晩だって仕事関係の新年会だったからさ。この時になって、酔いながらもようやく寒々しいものを感じてきたらしく、こっちは上り、あっちは下りなので嫌だなーすれ違うの。なんて思いながら一本道だからこわごわ登っていったんだ。で、いよいよすれ違うその瞬間、ねえ、助けて。女が両手でものすごい力で右腕を掴んだ。ゾワッとしながら声にならない悲鳴を上げつつ女を見たら、長い毛髪で鼻から上まで全部隠れ、真っ赤な唇だけをよく覚えてるって。しかも浴衣だと思ったのはそうではなく、手術の時着るようなあれだったらしい。二駅は行かないと病院はないんだけどね。で、
本当に怖い時は声が出なかったって笑ってたけど、その時は腰抜かしながら階段の百数十段を逃げ上り、気づいたら小便漏らしてたって言ってたわら。この世のものかはたまた異界の何かわからないけど、何度も聞かされる話。第4話、思い当たる話。私自身は霊感や霊体験はないです。って思って生きてきたけど、ここでいろんな話を読んでたら、思い当たらなくもない謎な思い出がいくつも。1、母方のおばあちゃんが死ぬ直前に、私の家に来て会話した夢とか、私はおばあちゃんが危篤だったのも知らないのに、お葬式で聞いた話を付き合わせると、おばあちゃんが風邪から肺炎になって意識不明になった日に、おばあちゃんは私の夢に出てきて、その一週間後に亡くなりました。2、私が一度も会ったことがない親戚のおばさん。突然、私の夢に出てきた翌日、おばさん急死の知らせで通夜に行って、初めて見たおばさんの顔。確かに夢で見たその人だった。3、同級生と遊ぶ約束で駅で待ち合わせてたら、約束の時間を2分過ぎた時に、その子の声で、ごめんね、と聞いた。あたりを見回したらその子はいない。約束の10分前には来てるような真面目な子だし、確かにその子の声で謝られたし、でもいないし。それから5分ほど待ってみて、行き違いかなぁと思いながら、その子の家に電話したらその子のお母さんが電話に出たの。今、倒れて救急車で運ばれていったところなんですよ。ごめんなさいね。私ももう出ますから、本当にありがとうね。って言われた。彼女は、一命を取り留めて半年後に私に連絡をくれました。話を付き合わせたら、あの時、彼女は私との待ち合わせの約束をえらい気にしながら運ばれていったらしい。4、そう、よく、夢うつつの時に、見ず知らずの人の顔が見えます。具体的な表情まで、だいたい翌日から3日以内に、その人と初対面で出会います。いつも、ああ、やっぱり、と思います。いつものことだから忘れていました。第5話、テープの内容。小学生の頃に本当に起きた話。当時流行っていたテレビ番組の CD を姉が借りてきていて、MD 等がなかったためカセットテープに録音していた。その日は忙しく、夜に録音状態にして翌日に聞こうと思って寝ることにした。翌日ちゃんと録音されてるかなぁなどとワクワクしながら聞いてみると、トントントン。と全く CD の収録曲と違った話題コーンが流れてくる。疑問に思いながらも流していると、ピー、とうと尺八のような音も流れてきた瞬間、急激に音量が跳ね上がり、うわぁ、とうめき声が流れ出した。ものすごくびっくりし、急いでテープを止め、家の外にいた母親に説明し、再度テープの再生を試みようと思って見てみるとテープがなくなっていた。携帯から長々スマホ。第6話、
異なる存在。はじめは軽い違和感だった。広大な公園の中に時折、何か少し様子の異なる存在が感じ取れた。私は当時3、4歳。まだ幼かった。何度も立ち止まっては周囲をキョロキョロ見回す私を、両親と祖父母が早くついてくるよう促す。花見のシーズンであるにもかかわらず、公園内はそれほど混雑していなかった。花曇りの穏やかな天候の中、満開を迎えた桜をゆっくり散歩がてら眺めるのにちょうどよかった。だからこそ、より目についてしまったのかもしれない。御座の上やベンチに座ってくつろぐ花見客の間に、ただ突っ立ってたり、石垣や柵に寄りかかってたりして、じっと佇む不思議な存在を。彼らは死者だ。なぜか私はそう思った。しかし当時の私の年齢では、死というものの概念をしっかり理解できるほど成長してはいない。それゆえに私はただ、何の恐れも抱かずに、彼らの異常な姿に目が惹かれてしまったのだ。あるものは頭が半分以上吹き飛んだ状態で立ちすくみ、残っている両目が互いにあらぬ方向に向けられていた。別のあるものは、右腕から肩にかけて引きちぎられたようで、剥き出しの関節から横滑色の潰れた骨が覗いていた。削り取られた肌から肉が剥き出しになっているもの、半身が真っ黒に焼け焦げ、焼け崩れた方からに焼けているように歯並びが見えるもの、一見まともなように見えるが、首がねじれ、白目をひんむいた状態で佇んでいる女性。残虐極まりない光景であったが、そのせいなのか、それとも私自身が幼かったせいか、特に恐ろしさはなく、その姿の異常さ自体に、無邪気に純粋に興味を持ち、立ち止まってはそれを珍しげに眺めていたのだ。何見てるの？母は尋ねた。わかんない。こう答えるしかなかった。そうであろう。当時の私では今目にしている状況を言葉で正確に説明できる能力はない。私は母に手を引かれながらも、自分の周りの彼らに目線を向け続けた。生きているとは思えない。が、なぜか彼らには人格や意志の存在があるように思えた。しかし、何かを訴えているようには見えない。ただ一様にそこに佇んでいる。そうしているうちにも、彼らの存在は少しずつだが、徐々に増えていった。今や公園内のあちこちに彼らはいる。座っているもの、立ちすくんでいるもの、生きている人間とさほど変わらない姿のものもいたし、肉体が激しく損傷しているものも多かった。彼らは特に苦しんでいる様子でもなく、怒っているわけでもなく、恨みや憎しみを抱いている様子もなく、うつろな目をしたままただそこにいた。存在していた。私は何やら重圧を感じ始めていた。時々彼らと目線が交錯するようになった。しかし彼らはそれでも私に対して何かを訴えかけたり、語りかけたりするわけではなかった。終始無言。その沈黙が重圧となってゆく。私はどうしたらよいか、
わからなくなっていた。もたもたしてないで早くいらっしゃい。母の声だ。どうしたのかい？お腹減ったのかい？それともトイレかい？祖母の声だ。しかしその声は何やらぼやけ、遠くからくぐもって響いているようだった。彼らはその数をますます増やしている。一度目をそらして再び視線を戻すと、今まで誰もいなかったその場所に新たに彼らが出現している。座ってうつむいているもの。背中全体がケロイド状に火傷して、黄色く濁った海が垂れている。柵に寄りかかって仰向けに天を見上げるもの。胴体が潰れ、口元から血が泡のように吹き出ている。足元には、何者かの引きちぎられた生首が転がっていた。どうしたの？一体何なの？母のその叫びが、記憶の最後だった。目が覚めた時は病室だった。三日経っていた。あの時母が声をかけた直後、私はその場に昏倒したという。父が抱き起こしたが意識がなかったらしい。結局、救急車で病院に搬送された。意識不明。医師も、原因はよくわからない、という。確かに体に異常があるわけでもなく、高熱を発したわけでもなかった。ただこんこんと眠り続けた。夢も見なかった。以降、こうしたものは見ていない。第7話、見送りに行ってた愛犬。10年前にもともと住んでた家から自転車で5分くらいの今いる家に引っ越した。何年か経ったある日、引っ越す前から飼っていたビーグル犬が逃げ出した。以前から年に数回逃げることがあったけど、大抵近所の人がゴミを漁ってるところを見つけて捕まえてくれたり、自分から戻ってきてたのに、その時はなかなか見つからなかった。数時間経って電話がかかってきた。相手は昔住んでた家の隣の人 S さんからで、要件は家の犬がこっちに来てるとのことだった。S さんも犬を飼っていて、年齢もほぼ同じだったので、子犬の時から犬同士よく遊んでいた。すぐに受け取りに行ったのだが、なぜか S さんの犬がいない。実は家の犬が逃げ出す前日に、病気で死んでしまったらしい。S さんは、線香あげに来てくれたんやろな、と言っていた。確かに何かが知らせたとしか思えない逃げた場所、タイミングだった。第8話、長年の会。築30年になる広島にある実家に、ずっと昔から変な女の人がどこからともなく出る。最初に変な女を目撃したのは俺の兄で、しかも15年も前になるんだが、当時5歳、1階の縁側、わかるかな？の隣にある小部屋で母と姉と兄と俺の4人で寝てたんだよ。午前3時か4時の太陽が上がりかけの頃、音せん。つって兄が姉を突然起こして、縁側の外で歩いてる音がする、って言ったらしい。俺は話を聞いただけだから詳しいことは知らないんだけど、兄はその時縁側の外、ガラス戸を挟んで、で、何やら後ろ向きで佇んでる女の人を見たそうな。暗くてよく見えなかったけど、
青いスカート履いて首が不自然に傾いてたらしい。姉はそんなもん見えなかったって言い張って、母も早くから起こすなって兄を叱ったんだけど、5歳がつく嘘にしてはあまりにもはっきりと説明するから、母は不気味がったらしい。不審者かもしれないから次の日泊まり込みの仕事から帰ってきた父と、林業をしてる祖父とで、家に隣接してる巨大な納屋を探索したらしい。もちろん誰もいなかった。それから1年して父の仕事の都合で新潟に引っ越ししたんだよ。引っ越ししてから半年経ったある日、1階で俺は兄とスーファミで遊んでいたんだけど、ゲラゲラ笑いながらスーパーマリオやってた兄が突然だんまりし始めて、俺はどうしたの?って顔しながら兄の顔覗いたら、顔が真っ青で目が半開きになってるのよ。そしたら急にむせ始めて、畳の上に大量のさっき飲んだ蜜やサイダーを吐き散らしたんだよ。いきなりのことで俺は黙って吐き続ける兄を観察していたんだが、ゲホゲホむせる音に気づいた父が、慌てて駆けつけて背中さすってやってことなきを得た。病院行っても風邪ひいてたわけでもないし、食あたりでもないし、一体ゲロ吐いた理由は何だったんだろうと兄に聞いたら、前広島で見た、首が変な女の人が窓の外に立ってたらしい。俺はビビったのやら、興奮したのやらよくわからん気持ちで、兄と一緒に父と母に女のことを言ったんだが、なぜかめちゃめちゃ怒られて、俺と兄にげんこつかました。それから5ヶ月くらいして神奈川に引っ越した。引っ越しした理由を聞いても父と母は答えてくれないし、なぜか俺たちを怒る。姉はわけがわからないからとりあえず泣いてた。神奈川に住み出して2年くらい経って、兄は12歳、俺は7歳になったある日、兄の友人が3人家に遊びに来て、俺も加わってみんなでクラッシュバンディクーツやってた。あまりに長々とハマっていたので、他はあっという間に真っ暗な7時前。母が PTA の友達と買い物から帰ってきて、すぐ友達に家に帰るように叱ってから、兄と俺で友達を玄関でさいならをしようとしたその時、兄が突然後ずさりして玄関から飛びのいたんだよ。こんな異常な行動を母と友達と俺は、ポカーンとして兄を見ていたんだけど、兄は表情が固まって何やら気分が悪そうだった。5秒くらいその場で固まったと思ったら、そのまま台所に走って行ってしまった。母と俺と友達は空気が読めず、トイレでも行ったのかな?とか喋りながら友達を送った。母が、何があったん?つって兄に聞いてみると、玄関の右側の壁にある下駄箱の下の影から白い足が覗いてたらしい。母は黙って兄の話を聞いていたが、母も気分が悪そうに、深刻な表情をしていた。それから1年ぐらいして、実家の祖父が死んだのをきっかけに広島に引っ越すことを決めた。祖父は地元でも親切で人望が厚かったので、大勢の人が葬式に来てくれた上に、お坊さんが3人も出動するという豪華な葬式だった。それから1週間経ったある日、葬式の時撮った写真が現像されて送られてきた。
俺はアホだったので、さーて心霊写真でも探そうかなぁ。とか不謹慎なこと言いながら写真を見ていたから母と父にものすごく怒られた。後から改めて見てみると、3枚くらい変なものが写ってる写真があった。1枚目はみんなで集合して縁側を後ろに撮った写真なんだが、縁側のガラス戸についてるカーテンに、何か黒い紙のようなものが絡みついている写真だった。2枚目は俺がふざけて、兄と廊下を後ろに撮影したものなんだが、廊下が不自然に暗く、顔のようなものが半分だけ壁から覗いてる。心なしか白目を向いているように見える。3枚目はガラス戸を挟んで外を撮影した写真なんだけど、ガラス戸に手の跡がはっきり写ってる。指紋とかじゃなく、ちょっと透明な手がべったりと張り付いてる。当時俺は9歳になるかならないかくらいのガキだったんで、あんま写真の意味がわからなかった。とりあえず親に教えてみたけど、気のせいとか言って写真を寺に持って行ってしまった。5年経った。実家を改装して2階が広くなり、部屋が5つできた。兄の部屋は西日しか当たらない位置にあるので、日中は結構暗い部屋だった。ある日、俺が2階に上がろうとした時、誰もいないはずの兄の部屋からギシギシときしむ音がする上に、壁を蹴ってる、ような乱暴な音がするので、ちょっと怖い気分もあったが覗いてみた。カーテンレールの上に女の頭が乗っかっていた。不自然なほど顔が暗くて、半開きしている口元しか見えない。電気をつける紐に首がない体がぶら下がっていて、壁を蹴っ飛ばしている。俺は、へえ。とか、漫画みたいなセリフ叫びながら階段を転げ落ちて、1階のリビングで何でも鑑定団を見てた父に今見たものを話した。父は、はぁ、を連発しながら俺の話を聞いたが、すぐに2階に走っていった。俺は恐ろしくてその場に凍りつき、とりあえず何でも鑑定団を鑑賞していたが、父が10秒くらいで降りてきた。何もいなかったらしい。その番外室から帰ってきた兄に話すと、真っ青になって、マジ。とか、怖え、とか言いながら、1階の縁側の小部屋に布団を準備し始めた。俺は祖母に、この辺りで昔事故とか起こらなかったかどうか聞いてみると、昔、実家の裏にある道路で、タクシー運転手の死亡事故があったらしい。道路のすぐ脇に川があり、その川に突っ込んで死んでしまったらしい。ブレーキ跡がなかったので、警察は自殺だろうと言い、運転手を運んだ。祖母はその騒ぎに近所の友達と一緒に行ったらしいが、担架で運ばれている運転手の顔が妙にこわばっていたそうな。昔からこの辺りは見通しがいい割には妙に事故が多い。俺も2、3回事故を見た。見たというより音を聞いた。車がひっくり返ってホイールが空回りする音とか。4年くらい経って、兄は山口の大学に通うために引っ越していった。母と部屋を分けて使っていた俺は、兄の部屋を引き継がせてもらうことになった。それから1年後、俺は中学の部活のおかげでヘトヘトになりながらベッドに潜り込んだ。
その日はなぜか眠れず、9時にベッドに入ったのに、11時を回っても寝れる気配がない。すると突然明らかに部屋の中で、女の狂ったような笑い声が響き、凄まじい速さで全身に鳥肌を立たせながら俺は起きた。イッヒ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 、みたいな、古臭い笑い方だったのが気味が悪い。慌てて母とか姉とか起こして、今起こったことを説明した。三人で部屋を調べたが、特に変わったところがない。恥ずかしいけど、その日は母の部屋で寝ることに、半年経った。ある日姉は友達を二人家に泊まりに来させて、その夜は三人でカメラとかで部屋を撮影して遊んだらしい。一週間ぐらい経って、写真を現像した姉は、真っ青になって俺に話しかけてきた。私を撮った写真に変なもんが写っとんよ。とか言いながら写真を見せてもらった。確かに姉の後ろの窓からハゲた男の顔と、うつむいている女のシルエットがくっきりと写っている。話を聞くと、文化祭でも自分の写真に変なものが写ったらしい。姉は気味悪がって、2枚の写真を寺に持って行ってお祓いさせてもらうことにした。姉も昔から兄が見た女の人や、俺が見た生首のことを非常に気味悪がっていたので、寺にそのことを言ったらしい。その時姉が住職さんから聞いた話によると、もしかして君の家には納屋があるんじゃないんかね。納屋っていうのは普通物置として使われているんじゃけど、昔は家に知的障害者とかが生まれると納屋に閉じ込めて近所の人から隠すんよ。築30年以上って言ったら、まだその風習が続いてた頃かもしれんねえ。もしものことがあるけえ、備え物とお経を唱えた方がいいかもしれん。と聞いたらしい。祖母に納屋のことを聞いてみたが、ここに住み始める時から納屋はあり、かなりボロボロだったので、何度も祖父が木材を持ってきて補強したらしい。父は風習を聞いたことがなく、納屋を調べに行ったがそれらしい場所はなかった。しかし、あるスペースだけ不自然に土壁で塗り固められ、その場所に行くための床が打ち砕かれて入れないようになっていたらしい。第9話、いつもそばにいた女。変な女つながりで、千葉にいた頃の話。今から20年ほど前、小学校の頃、近所の公園で友達と遊んでいた俺は、転んだか何かで膝を怪我して、ベンチに座っていた。友達がキックベース、サッカーボールを使う、蹴る野球みたいな遊び、押しているのをぼーっと見ていたら、髪の長い女の人がこっちに近づいてきた。すごく痩せていて、目が大きかった。その人は俺の方を見ながら、何かを繰り返し喋っていた。最初はよく聞き取れず、ボソボソとしか聞こえなかった。頭を洗うような感じでわしわしかきながら、ずっと俺を見て喋っている。気持ちが悪かったけど、露骨に逃げるのも悪い気がして、遊んでる友達に無理やり意識を集中させて、その人の方を見ないようにしていた。しばらくすると視界の隅の女の人が少し前かがみになった。
頭をかく音がザリザリ聞こえてきて、一緒に声も大きくなってきた。彼女はこう言っていた。うるさい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 。友達らは確かにギャーギャー騒いでいたけど、俺は別にうるさくもしていなかったので、何を言ってるのだろうかと思いながら無視をし続けた。でもだんだん声は大きくなってくる。気になって一瞬女の人を見たら、すごい顔で俺を睨みながら、うるさいうるさいと繰り返していた。うつむいたままこっちを見てるから、半分白目みたいになっていて、それがとても怖かった。友達の一人が俺の名前を叫んだ。それをきっかけに、俺はダッシュで友達の元へと走った。ベンチを離れる瞬間、女の人がバッと手を伸ばしてきて、手首だか肘だか硬い部分が俺の頭に当たった。その直後に、女の人が絶叫した。ああ、ああ。俺が合流するかしないかのうちに、友達らも全員走り出した。猛烈な勢いで逃げたけど、女の人は追ってこなかった。友達は何度も俺を呼んでいたが、俺はしばらく無反応だったらしい。危ねえよ、と、怒られた。それが一度目だった。二度目は中学の時、友達と俺の家でファミコンをしていたら、突然悲鳴が聞こえた。びっくりして見に行こうとしたら、母親が俺の部屋に飛び込んできた。変な人がいる。友達と外を伺ったが、誰もいない。話を聞くと、庭先に女の人がいたらしい。頭をかきながら、うるさいうるさいと繰り返していたとか。母が震えながら、何ですか、勝手に入ってこないでくださいとか言っていたら、急に女が叫び出したという。白目を向いて、両手で自分の髪の毛を引っ張りながら、ギャー、と絶叫したらしい。俺は小学生の頃を思い出していた。その時いた友達も、昔公園に居合わせていたので、同じことを思ったらしい。ただ、母親を怖がらせたくなかったので、公園での出来事については何も話さなかった。これが二度目。三度目は曖昧。二度目から十数年後。今から五年ほど前。アパートで一人暮らしをしていた時。六畳一間で、玄関を開けると2メートルくらいの廊下があり、両サイドにキッチンとバスルームとトイレがあるという作りの部屋。深夜ネットゲームをやっていたら、玄関前を誰かが通り過ぎた。隣人が帰宅したのかと、気にせずにゲームを続けていた。そして再び玄関に目をやったら、女の人が立っていた。黒くてボサボサの長い髪の毛を両手で押さえている。誰か来たみたい。と発言してから、再度玄関を振り返ったら、消えていた。ちなみに施錠はしていた。今のところ、それが最後。第10話、顔を舐める女。変な女が現れて怖い思いをしたことなら、俺もあるなぁ。小学校1年の2学期に入る前だったかな。父親の仕事の都合、海上保安庁に勤めてる。で、実家から島根県に引っ越すことになった。当時は車を持ってなかったので、
荷物の運送は業者に任せ、俺たち家族は必要な荷物だけ持って鈍行列車で浜田駅まで行くことになった。駅に着くまで2時間半ぐらいかかるので、親父も母親も妹も寝ちゃってた。俺一人が頑張って起きてた。家族全員が寝たら荷物を取られるんじゃないかと、心配になってね。どこの駅からだったかは忘れたけど、通路を挟んだ反対側の座席に女の人が座ってた。髪の短い人で、当時の俺は女性イコール挑発という認識だったから、珍しくて景色を見るふりをしてチラチラ見てた。やることないし、そのうち見るのも飽きてうとうとし始めた。で、なんか気持ち悪くて目が覚めた。匂うんだ。洗面所の排水口に鼻を近づけた感じの匂い。顔が濡れてるみたいだし、誰かが顔を触ってる。てっきり妹が起きていたずらしてるんだと思い、目を開けたんだ。隣の座席に座ってた女の人が、俺の方をベロベロ舐めてた。舐めるというより、舌をはわすといった方が正しいかもしれない。目にした最初の光景が、ドアップの顔なんだから驚いたのなんの。でも何が起きてるのかわからなくて、悲鳴もあげられない。ひ、とか、い、とか、そんなことしかつぶやけなかった。女の顔なんて覚えてない。何度も瞬きしながらこっち見てる目しか覚えてないんだ。どれだけの時間、その女がそうしてたかなんて今も考えたくない。けれど、さすがに変な気配を感じたんだろうな。親父が目を覚ましてくれた。おい、何してんだてめえ。と。これまで俺が聞いたこともないでかい声で親父が叫んだかと思うと女の横腹に蹴りを一発。その一撃で、ようやく俺の顔から女が離れた。母親も妹も、ここで目を覚ましたらしい。すかさず親父が女を組み伏せる。田舎の在来線とはいえ、俺たち以外にも客はいる。何事かと集まり出した。俺は親父の声に驚いて泣き出して、正直、親父の土星の方が怖かったかもしれん。おろおろしながら、何があったの？と聞く母親に、親父は、こいつ丸々の顔を舐めてやがった。と返す。俺が泣くから妹も泣き出して、手がつけれない状態に。客の誰かが車掌さんを呼んでくれたらしく、親父が事情を説明し、浜田駅で警察に引き渡すことになったらしい。俺はひたすら泣いてたんで、その辺はよく覚えてないんだが。親父によると、女は警察に引き渡されるまでずっと無言で、ヘラヘラ笑ってたそうだ。舐めてた時は無表情だったと思う。車両にあるトイレの手洗い場で顔を洗ってもらい、別の車両に移された他の客も移った。親父と車掌さんで女を見張り、駅について警察に引き渡した。警察の人に話を聞かれたけど、女の人が顔を舐めてた、としか言いようがない。結局、女は連行されて、それっきり。二度と会うことはなかった。彼女の素性も、どうして舐めたのかもわからずじまい。その後、警察から何度か安全ですか？
という電話がかかったらしいので、どうも釈放されたようだ。この出来事のせいで、中学まで女子が苦手になった。今はもう、そんなことはないんだが、列車に乗ると思い出して気分が悪くなる。今頃何してるんだろうな、あの人。第11話、空き巣。前住んでたマンションの話。別にどうってことのない古めのマンション、アパート。で、4階建てのうちは4階だったんだけど、自分しかいない時にリビングからテーブルにコップを置く音が聞こえたり、コーヒーミルが勝手に回ったり、これはコンセント入れっぱなしにしといたからだと思うんだけど、私は全然霊感はないんですが、なんとなく嫌だなぁ、っていうことが何度かあったんです。で、ある時空き巣が入ったんです。第一発見者は旦那。私は仕事で少し遅くて、電車に乗ってたら旦那から電話。急いで駆けつけたら、ちょうど警察も来ていて、家の中はめちゃくちゃだった。正直あんまり掃除してなかったからかなり恥ずかしかったけど、それもわからんぐらいタンスとか引き出しとかめちゃくちゃにされてたから、ゾッとすると同時にどことなくほっとしたわら。通帳とかいろいろ確認したら、印鑑と一緒に保管してあったのにその類は一切取られてなくて、盗まれたのは使えないから、と引き出しに保管してた2000円札3枚。隣の人は新品のノートパソコン取られたとか言ってたんですが、1フロア2部屋で、両方やられたわけです。うちの被害は6000円でした。ああ、現金とパッと見新しい電化しか狙わないのは中国人だから。一応指紋取るけど、みたいなことを言って、警察の人がポフポフやり始めました。私と旦那も指の指紋を取られ、ピッキング対策に全く適さない古い鍵を使いすぎだと親が怒られ、あとは土足で入られたので床を拭いたり片付けたり、そんなこんなで夜中になりました。最近この辺に出てる複数による犯行で、二人以上で運送業者のつなぎみたいの起きて、段ボール持参で来るタイプによる犯行だと思うけど、見つけられるかはわからん、と刑事さんに言われました。で、最後に、指紋を採取してた人が、奥さん、って広げてみて、と言いました。私は女にしては手がでかい方なんですが、両手広げたら、そうだよねー。女性だってこのくらいだよねー。最近子供とか来ました、家に。と言われ、いや、一度も来たことないですけど、と答えたら、電子レンジのガラスのど真ん中に、ぺちゃっと子供が触ったような小さい手のひらの指紋がついてる、と言われました。先に書いたコップの音との因果関係は全く不明ですが、ものすごくゾッとしました。空き巣も怖かったのですぐ引っ越しました。結局犯人は見つかりませんでした。第12話、道中。富山の友達が体験したのを聞いただけなので、本当かどうかはわかりません。その友達、M、が高校生の時に幽霊を見に行こう、って話になって、
近所で有名な心霊スポットに男5人で行くことになったんです。うろ覚えなんですが、確か寺家公園ってとこやったと思います。公園って言ってもなんつうか山の中なんです。夜になったら明かりとかがあんまりなくて、ほんま心霊スポットやーって感じらしいです。そこに男5人それぞれが懐中電灯を持って行ったんですが、チャリ足結構遠かったらしく、山に着く頃にはもうバテとったんですよ。で、そっから坂道とかもあるし歩きでいいかと思い、歩いて行ったんですよ。その道中なんですが、だいぶ真っ暗で、懐中電灯ないとちょっとこれ見えんだろってぐらい暗くて、もうすぐ着くってなった時一人が気づいたんです。これ、道間違えてる。ちょっと戻ろう。って、その公園まではチャリ置いたとこからは一本道なので間違えるはずないんですが、このまま行っても行き止まりだし、どっかで変なとこ入ってしまったんじゃない、戻ろう。でみんなしぶしぶ戻ってたんですが、戻ってたら別れ道があったんです。多分ここらで間違えたんやち。で片方には立ち入り禁止の看板とか立ってたんで、もう片方に決まってるし、そのまま進んだらチャリまで一本道で戻れたんです。どういうこと？でその M が言ったら、戻ろうと言い出したやつが、お前一人増えてたの知ってる？第13話、で、Y 新聞の配達でさ、ボロッチアパートの一室に朝刊配ってた。いつもドアの横におもちゃの車があって、それが邪魔だった。冬の朝、配達に行ったらドアの新聞入れる口のとこから手が出てた。青白いというより白い皮膚の下に黒い肉がある感じで不気味な手。やっべーなーでも新聞入れなきゃ。で新聞で手を押してみた。なんか引っかかってる感じで動かない。で、何を考えてたのか手で押してみたんだ。嫌だったけど。ぐにゅ、冷た。売ってる魚みたいに冷たくて柔らかい。本気でやばいよなぁこれ。新聞無理やり押し込んでさっさと離れようとしたとき、手が、プラン、プランって動いた。なんつうか、だらんとしたまま上下に揺らされてるみたいに。白い冷たい手が、プラン、プラン。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ドアの向こうから小さな声がして、手の動きが止まって、へく、くく、へく。しゃっくりみたいな笑い声みたいな音が聞こえてきた。で、走って逃げた。なんでか知らんけど。それから何回も言ったけど、変なのはそれっきりだった。おもちゃの車はずっとドアの横に置いてあった。第14話、お願い。友達から聞いた話なんだが、心霊スポットで有名なトンネルに何人かで肝試しに行ったらしい。車でトンネル内を走ってたんだが、暑かったのか窓を少し開けていた。しばらくトンネル内で車を止めてみたが何も起きなかった。でもその時、一人の携帯が鳴った。しかも非通知。それにトンネルの中って普通圏外になるよな。それでみんなパニックになったが、
勇気のある奴が電話に出た。すると女の子の声で、もうちょっと、窓を開けて。それから大急ぎで帰ったらしいです。本日の怪談は以上でございます。またお会いいたしましょう。